ケツが小さくなりました。なってないです。なんて探せばいい。ちょっと寒いんで早くしてほしいです。ケツをもっと大きくしないといけません。はぁ、ハッピー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 。ケツをもっと大きくしないといけません。ね、前回取り入れた尻種目といえばバックエクステンションなんですが、新しいトレーニングをやってみようと。ほう。で、特に大臀筋上部。いいじゃないですか。横見て、この方のお尻上部が足りません。大臀筋上部、上の方の境目がわからないと。そこに当てるにはどうすれば。理想は大臀筋上部に当てながらもっとストレッチの効くいいトレーニングを行えかと。股関節をしっかり曲げられるトレーニング、まあ一つしかないんですよもう。はい、はい、その状態で股関節だけ曲げてください。どうぞ。もっともっとということです。考えた種目はドドン、ね、編集考えてんのそう、ドドン、デッドリフトをやろうと。ほとんどやっていないあなたが、あなたが全然やらないデッドリフト。ウエイトはもちろん俺カットでなんでね。で、一応海外の YouTube 動画をちょっと漁ってきて、はい、いい感じのをやっていこうかなと。取り入れました。いやまあ、いや取り入れるかどうかはこれからでしょ。ケツメインのデッドリフト。まあデッドリフトって3種類あるみたいで。なんか背中はなんか聞いたことあるけど ね背中、ケツ、ハム。前よくやってたルーマニアンデッドは結構ハムかな。ハムだね。でもデッドリフトって今までやったことがほとんどなくて。そうなんだよね。角度、撮影の角度が難しい。私もルーマニアンだったら分かんだけど、それ以外はちょっと自信ない。今回はノロが調整しながら、まあ、良さげなフォームを見つけていくと。ああ、なるほどね、はい、っていうのをこの間トレーニング中に話してたら、まあ、動画にしちゃおうぜっていう、うん、なりました。そうなんです。よろしい。よろしい。じゃあやっていきましょうか。早速やってきます。デッドリフトやってみて。デッドリフト、足幅をもうちょっと広く、膝をもっと出さない、なんならかかとでこう後ろに行っちゃうぐらいな感じ。うん、で、もうちょいあれだね、広く取っちゃっていいね。そうで、俺の理想は股関節をもっと畳む。なるほど。そう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 。で、上げる。どうでしょうなんだうずくか。すげえうずいてる。どこがうずく。ハム。ハムうずいちゃう。ケツハムがうずいてる。じゃあ、足先にプレート入れてもらっていい。意識の問題が。どうでしょうね。難しいトレーニングしたくないんでね。ケツをだから、お尻だけすごい引く感じ。結構不格好になるけど。どうでしょう。わ、難しい。よく分かってない。ケツは入ってると思う。最初に言ったけど、上部を使いたいんで、上半身を動かした方がいいんじゃないかな。そう考えたときに、もっと上半身を前傾させると。はあ、なるほど。そうそうそう、膝を上げていいよ。もっとケツを後ろ、もっと後ろで、上半身から。はい、わかんない、どこに効いてんだろう。歯を効くねで、スタンス広くするっていう案が出たんですが、じゃあ開くってことは開いた状態が収縮してることでしょ。つまりストレッチさせたいんだから、開いた状態でやってはいけないと。だからスタンスは狭くやった方がいいんじゃないか。上半身から動かし、上げる感じ。上半身、そう、ここからこう伝わってくるまあもう一回やってみましょうか。一回バーベルを置きました。じゃあ、やってみましょうか。なんで持ち上げるとケツ使わねえんだよ。おぉ、あの、さっきのフォームと全く違うんですが。おぉ、上、前向いちゃう。下向いてやんの。まぁ、ちょっと違うな。置いて。ちょっと待って。
重いんだけど。どこに入ってるの？大きい靴も入ってる。何？ハムは？入ってる。あと、なんか腰に入ってる。ハムだ。はい。5回ぐらい、あと2回、うん、はい、どうでしょう。どうすればいいとかあるか。いや、わかんない。ヒップドライブ使ってみて。そこでケツから。膝もうちょい曲げちゃう？あ、でもヒップドライブ使うとさっきよりは。そう、しっかり曲げる。だから多分膝をピンするとハム、ストレッチする。うわ。で、ルーマニアデッドって膝も曲げないでしょ。うん、なので、そう、膝をしっかり曲げる。で、ヒップドライブ使うね。いいと思います。やってみて。俺ちょっと体硬すぎてヒップドライブ使えねえ。ほら、ここいかないんだよ、わかる？ここがさ、硬いから、この状態で、これ、なんだよ、ほら、いくよ、いくよ。でもって、足がちょっと痛くて集中できないんで、あの足を外しましょう。あ、いいね、体が柔らかいからかな。本気を置いて。どうでしょう、うん、うん、あの、最終よりははるかにいい。はるかに、うん、膝に良くないか。膝になんか優しくない。遊びか。もっと膝曲げないか。はい、どうでしょう、疲れそうですか。保留で。ちょっとなんか思ったよりもうまくいかない。はい、なぜ。ご存知の方教えてください。でもケツだけに効かせるって結構無理があるかな。かもね。あ、そしたらやっぱバックエクステンションがいいのかな。うん、まだまだお尻トレーニング探索の旅は続く。続くったら続く。また次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。ノラフィットネスのご視聴ありがとうございます。面白かった方は高評価を、いまいちだった方は低評価でお知らせください。こんにちは、ノラです。何度？5度。4。こんにちは、4度です。ってあれじゃん、それだとアクセサリー